はい、室宮山公園でございます。ちょっとね、今開館中でございます。見せてもらいますんでね。はい、ありがとうございます。失礼します。暑いらしいんでね。市内市街、室宮前古墳から出てきた分でもないのかね。埴輪、円筒埴輪、造形埴輪はないのか、これあんなやったかな。あれはね、公園部の方は分かるんだけどね、あの石棺のとこ見れるんやけど。はい、失礼します。ちょっと見せてもらいましょうかね。前方部の北側、家型の埴輪やね、これ。これ埴輪あったんやね。この埴輪はないんかね、ここ。おお、模様、ちゃんと模様出てるね。これまたこの小さい粒何使うんだろうね。あ、これが猫塚古墳でしたやつ。あの猫塚古墳ね、村山古墳の、あの室宮山古墳やったかな、その横にあるんだけどね。なんかもう畑みたいになってしまってるんだね、これ。大きいんだけど、一辺が70メーターぐらいのね、大古墳だったかな。宮山古墳は、これは見れるんやけどね。ちょっと今上かぶってるから、全体的に見えないけど、こんなのが入ってます。何回か行きましたけどね、なかなかね、よろしいですか。こんな小さいの出てくんの。はぁ、剣も出てきましたか。わしらが見たかで、もうこれゴミと思うけどね。大切な貴重な資料やけどさ。あ、家型埴輪ね。桂木氏の相当される人物ですか。桂木と卒彦様、うん、桂木氏の本拠地は大体どこやね。この辺なのかね。室宮山古墳は200メートル以上あるんだけどね。はい、ありがとうございました。はい、以上でございましたか。はい、はい、ありがとう。